よし、やってきますよ。じゃあ、ブオーンクエかな、これ。不思議なお客。試練の男女に来いって言ってますね。頑張ってくださいね。多分これだと思います。ちょっとね、メンバーをね、普通に前回のね、やつから考えると、相当本気でいかないとダメだと思うので。あら。何をお望みですか？俺的最強メンバーでいきますね。さあ、行くわよ。一旦これでいこうかな。ピサロは抜いていきましょう。また寄ってね。輸血化波動が必要だったらピサロ連れてきます。これかな。不思議なお客。え？そう、ブオンじゃないかもしれないですね。なるほど。ね、赤鬼コロがまるで使ったことないので、とりあえず一番今持ってるものの中でいい、ハヤブサの剣と天空の盾を持たせました。ハヤブサの剣はね、こいつしか装備できないので、2回攻撃してるところが見れるのは貴重ですね。このメンバー2人で強敵とやらされたらめちゃくちゃきつそうなんだけど勘弁してほしいな。これ何のクエだろう。なんすか。あれ？おう。ね、誰これ。何でも強いやつを探してる。おお。わけあってとあるせ、これルドマンじゃねえ。これフローラのお父さんじゃねえ。はい。ジニスも保証はない。わかった。なるほど。そうね。絶対ルドマンだわ。あんたルドマンでしょ。これブオーンのねクエスト。あ、なるほど、防衛系か。ドラクエ5でね、このルドマンがいる町にブオーンが攻めてくるっていうストーリーなので、まあ、それをこう、なんていうんですかね、再現するというか、そういう感じなんでしょうね。いや、ここか。戦力、うわ、ピサのナイトとかいるよ。これは確かにきつい。赤鬼子なかなか頑張ってるね、ピサロナイト相手。強いな、やっぱりピサロナイト。危ねえ。ずらすんじゃねえ。ここにストーンマンに引き出したのか。チンタラしてるとこの後がヤバそうだから、早くピサロナイトを焼きたい。神さん、ちょっと全力で。どこ行ってんですか。あ、戻ってきた、戻ってきた。お、飛んでった。8ゲー。とりあえず下に来たな。これ自体はいいんじゃないかな。あそこに何かは出てる。誰だこれ。なるほど、魔法使い。まあいいや、これも全然いた方がいい。見て、あ、ね、死なんかい。背中を取らないと。ピサロナイトゲットできないかな。うわ、マジか。強いな、こいつマジで。来た。よし、これは頼もしい。逆側からすげえスピードで来てる。シルバーデビルか。入れ。
んじゃねえ。よし、ピサロナイドここに行ってこい。あれは忙しいな。結構モンスターの力も頼らないといけないですね。モンストロール頑張って倒す。これモンストロール魔法の備えてるか。あ、なるほど、ルカなの。入ってる。よし。ふう、どんどん上に来てる。ここをかなり手厚く守らせて、俺は逆側にちょっと力を下げてみましょう。ああ、やばいね、やられてるね、だいぶ。そろそろストーンマンが限界だ。イケボストロー。あ、やべ、こいつも当たってた。ディマジクソ。よし、やばい、これは大変だぞ。恨み像ちょっと殴られてる雰囲気だな。わかったわ。ティーにもちょっと出してみて。メガミゾウ前もゼロってだけにいかないな、これ。オッケー。もうさすがピサロナイトだな、全然減ってない、強い。オッケー、なんか結構いけそうな感じですね。順調順調、これで済むとは思えない。ああやばいな。キーパーデビルで、あ、またここにボストロールか。みんな頑張っ。シルバーで見る。おお、やばい、魔王、あそこの魔王の使いも限界近い。援護、援護射撃、援護射撃。よし、作戦通りだ。頑張れ頑張れ。援護に来ましたよ。魔王の使いがもうダメだな。引っ込めるか。すげえ、ピサロナイトやっぱ強い。余裕だもんな。うちの防衛をちょっと手厚くしないとね。おっと、なんだ。こいつか。ストーンマンの限界かな。結構入られてるよ、君たち。ヒルバトラーがいる、マジか、行って。
はなんか仲間だけで結構頑張れてる。行くぞ。魔王の使いが出た。チェンジ。なりきりダイヤモンド出すとかあまり見れないですよ。赤鬼くん連れてきたもん。ニガネン同じなんだ。あ、これハヤブサの、ハヤブサの剣のせいかもしれないけど、なんかたまに分身してる。あ、分身してるね、すげえ。さあ、このヘルバトラーをなんとか止めよう。赤鬼子の必殺を見てみたい。よし、行くぞ。行くわよ。お、髪の毛が、へえ。ポニーテールが下ろされましたね。そんなのあるんだ。ちょっと見てみよう。おお、かわいい。なるほど。なかなか凝った演出がある。あ、そっか、主人公も髪の毛上に上がるから。ここで決めるわ。ギガスラッシュ。あ、ギガスラッシュなんだ、こっちは。なるほど。片付いたっと。よし、行ってこい、行ってこい。じゃあここ守ってもらおう。おお、逆側はあの連中だけでどんどん抑え込んだね。ピサロナイト全然減ってねえ、すげえな。めちゃくちゃ強いね。あれ、どこ行ったでも。あれ、お、扉が開いた。みんな落つー。あ、何もいない。あ、終わりなんだ。そっか。俺の作戦に隙はない。でも全然赤鬼子使えましたね。なんか余裕だったな。もっとすごいきついかと思ったけど。あ、本当この名前さえつけなければ。ほお。満足した。あ、やっぱ来た。そうね。よし。なんだ。お。わかりました。やっぱりルドマンだ。これあれだね、ドラクエ5の世界だと主人公は結婚前夜にあのルドマンもいなくなるわ、嫁2人いなくなるわ、もうめちゃくちゃな状況になってんだ。誰もいねえんだけど、ね、なんなら武王もそっから来てんの。みんなこっちに嫉妬しちゃってるのかもしれない。ご協力お願いします。クエストを報告してって感じかな。お疲れ様でした。最大魔獣の地図、これだな。これいけるんですね。お気をつけて。ちょっと最強メンバーでいきましょう。あ、おお、来た、すげえ。お
なんか岩投げてる。なにこれ。あ、これ撃てんだ。僕初めて見るよ。なんて規格外なやつなの。えい。まるでもう山じゃない。大きさにひるんではいかんぞ。あ、なにこれ。いてててて。あ、え、死んだ。マジで？ありがとう。速攻で死んだ。いいわよ。ちょっと、あれ何？え？なこれ降ってきた。爆弾は今日。なこれ。おい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 。爆弾は壊せばいい。壊さないとなんかダメそうだよね。これ。普通に考えたらこんなもん置かれて放っといたらろくなことにはならん。なしてない。なしてんのあれ。おえおふ。あ、なにこれ吸い込まれてる。めちゃくちゃしてくるあいつ。1しかない。ダメだこれ。こっちか。こっち使うのか。ちょっと何回かやって状況をつかまないとやばいですね。こっちはすごいダメージが入る。これ打ち込むんだ基本。打ち込むんだ。ちょっと生っ。打ち込むんだね。もうすごいすごい。なんかでも無抵抗でずっと食らってるけど大丈夫。あ、怒った。泣いたね。だ？え？やばい。すげえ出てきた。どうすんの？えい。何してんの？あ、なんかな、え、なんか投げて。あ、爆弾が投げたのか。なるほど。殺した方がいいのかな。この殺した方がいいんだよね。まあ死んでる死んでる。あ、弾切れちゃった。やばいやばい、これもやんなきゃいけない。やばい、なんか忙しい。すごい忙しいぞこれ。みんな全力、みんな全力だ。奇跡の剣使ってるからめっちゃ回復してる。あー、なにこれ。ちょっと、あ、なるほど、こいつらにはすげえ効くんだ。おーおー。気持ちいい、気持ちいいねこれね。おお、なるほどなるほど。もうあの部屋主どこ。部屋主門を出してる本人様はどこにいた。あれどれだろう。これかな、これかな。あ、でももうないんだ。なんか溜めてねえ、あれ。なんか溜めてねえ、なんか溜めてねえ。なんかやばい気がする。大丈夫あれ。こっちの弾どうやったら隠すんだろう。あ、隠してる隠してる。口開けてる。すげえ、すごい入るよ。なんかあれ、なんか相手にルカマンみたいな。あ、岩岩岩。これ岩をさ、来る前に壊すってできない。さっき投げてきたんだよね、こいつ。投げてきたときにちょっと撃ってみようか。お、いけた。よっしゃ、なるほど。止めれんだ。この魔物を止めなきゃ。街が襲われたらひとたまりもないわ。そう。あー、爆弾岩か。破断砲で応戦よ。あいつの攻撃をこうなんかうまく利用して爆弾岩をすぐ壊すからね。さすがに無理。バイキルト欲しいね。腰壊れた。やばい、なんか火球飛ばしてきてる。おお、バトシューの HP 減ってるわ。マジか。なるほど。あー、クソ、バトシューの HP 減るんだ。やばいやばい。結構これそう思うとめちゃくちゃきついぞこれで。半分しか減らせてないと思うと結構ダメだな。なるほど、いう感じなのね。これでもこれ1しか当たんないでしょ。1しか当たんないのってもな。これどれぐらいで回復するんだろう。この
あ、復活した復活した。よしよし。あ、なんか位置がちょっと変わってるこいつ。この野郎。まあ、当てぬ無事。余計な、手前に余計なもんに当たってる。そんなでも狙ってる場合じゃねえのかな。武王にガンガン撃たないとなんか右の方もえらいことになっちゃってね。えこうやって武王撃たないと、これなるほど、キメラがいると射線に入ってきて邪魔してくるんだ。うわこれ結構やばいね。てかやばい、爆弾矢のこと忘れてた。やべえ、これやっちゃったかも。うわこれきついな。みんな手伝って爆弾をやんないとやばいよ。やばいよやばいよこれ。出川哲朗みたいな。やばいよやばいよ。大変なことなってるよ、船大変なことなってるよ。やばい、座れてる。ああよし、これで耐えた。ギガブレイクで踏ん張った。ギガブレイク、よし、全然よしじゃねえ。ボーンの HP 全然減ってない、まずいな。もうダウンした。これね、がっつりダメージ与えに行かないと。なるほど、こういうルーチンね。オッケーオッケー、理解したよ。これで一周だね、完全に。オッケーオッケー。2回目になんかあいつちょっと変わってたんだよな。召喚するなんかモンスターの位置みたいな。頼むよテリー君、ガンガン殴ってハヤブサで。これが止めどなくヤツの防御力を下げる。勝負ぜ。ダメだ、追い返された。もう一人分必殺したかったんだけどな。いい、これ大丈夫か。かなりきついぞ。また岩投げコースかな。これちょっと際どいね。うわ投げてこないでしょ。もう次は待ってた方がいいかな。はい投げてきて。あ嘘、何、え何された今。なんで、あいつらだ、マジか。残してるとこういうことが起こるんだ。いやーやばいな、これは思いもよらんことになった。やばい、いやこれピンチだね。バトシエが先に行ってしまうかも。爆弾を沈める。そしてあのクソども無視してとっととこの。もう終わり。あーなるほど。わかった、結構わかりました。オッケー、もう一回やろう。なるほどね、普通は結構わかりましたね。何すんのかわかったつもり。僕初めて見るよ。喜んでる場合じゃないよ。なんて規格外なやつなの。オミロン君、まるでもう山じゃない。大きさにひるんではいかんぞ。倒す手立ては必ずあるはずじゃ。なんだっけ、それ。あ、爆弾。了解だ。
を沈めて、あー火球溜めてる、火球溜めてる。あれは止めらんないっしょ、さすがに。あれもなんか弾打ち込んだら止めれんのかな。ちょっと今回試せないけど。あ、いけたね、見た止めれたね。なるほど、あ、落ちちゃうみんななるほど、これも止めれんだ。オッケーオッケー、覚えた。なるほど、うまくやればかなり相手の攻撃を、落としへの攻撃を無効化できるんですよね。オッケーオッケー、なかなか楽しいぞ。これどれぐらいでリロードされるんだろうな、ちょっと見てようか。降りたら、降りたら、あー、ここで見えるね。チャージしてる、チャージしてる。これか、あ、ちょっと届かねえかな。あ、無理だね。はいはい、はいはいはい、それね。え、これさ、まあいっか、チャージ中だ。こっち側の方がいいのかね。こっちの方がいいかもね。なるほど、でも誰に当たってんのか全然分かんない。あー気持ちいい、これ気持ちいいね。このクソどもが帰り、当たってるかわかんない。こんなもんでいいわ。落としとくとろくなことはないんだが、武王にもちょっと攻撃を与えていかないといけないの。肝心な時に邪魔されるんだよね。でもこいつらが残ってると、とはいえ、とはいえだよ、とはいえ。あれなんだっけ、なんか貯めてるやつ。何貯めてんだっけあれ。何してんだあれ。何してんだあれ。あ、あ、凍てつか波動だ。そんなのもやってくんだ。何やってんのかと思えば。いろんなことしますね。すげえ目の前来てるけど大丈夫これ。すげえ邪魔してくんな。全力でこいつらの、あっ、そう、え、なんで死んだ、え、なんで死んでんの、なんでこんなやられてる。ありがとう。こいつら強いの、壊滅寸前なぐらいやられてるじゃん。で、なんで、なんで飛んでるやつそんな強い。ただなんか僕の方が全然ダウンしないんだけどあらービンタされたこんなことするんだ。ちょっとちょっと、わっこれやばいぞ。なんか防御力下げられてんだよね、上のやつらに下げられてんのかな。いやこれやべえな、なんだこれ、なんでさっきよりこんなきつくなった。え、なんで、ちょっとこれ、あ、壊れたんじゃない大砲。やっとダウンした。でもこれもうダメじゃんさっきよりめちゃくちゃ悪いよ状況が。マジか、なんだろう、何が悪かったんだろう。なんかを失敗しててすげえ悪くなったね状況が。これでビアンカとフローラ連れてきたら、ウォーに会った後なのかどうなのかが分かったんだけど、引きそびれたんですよ。あ、なんか大砲壊れたように見えたけど、あったね。よかったよかった。
じゃなかった。勘違いしてた。はいはい、もう投げてきた。早くあの魔物を止めなきゃ。街が襲われたらひとたまりもないわ。爆弾岩の方に向けられないの。そうよ、街へ近づかれないようにマダンホで応戦よ。この火球は止めれる。間に合うか。よし。目のとこに当てた方がいいと思う。あ、ちょっとダメージが高いかも。あ、でも変わんねえな。そんなに関係ないかも。そういうことではないかもしれない。バトシエのダメージはいいんだけど、他がやばいよ。他が。こだわる必要ないかも。とっとと出てきてるザコを撃ち落とした方が総合的に結果が出そう。あ、でも門は一応あるな。そっか。あ、門消えたね。こいつがやばいんだ。がいると鬱陶しさが極まりない。よし、大体やったら武王に取りかかんないと、なんか目の前でずっとビンタされる羽目になる。で、爆弾岩だよな問題。さっき俺爆弾岩ほっといたから死んだのかかもしんないな。みんな頑張って。なんかやってる。なんだっけあれ。あ、ウデスカードだ。ウデスカードじゃねえ、ルカなんかあれだ。なんかデバフ食らってるな。みんなステータスが下がってる。操作キャラが落ちなきゃいいってもんじゃねえか。みんな頑張って。ここでなんかでも、うわーい、最悪だな。最悪のことが起きました。まるで大砲撃つんだけど、キメラに追い出されたせいで必殺のボタンになっちゃった。押しちゃった。丸になってる。地獄スパーク。しょー、もうクソ忙しい時に。あ、倒れてくれ。ここで多分でもこう大砲を打ち込みまくって一定ダメになったら膝つくみたいな感じだと思うんですよね。やっぱやっぱ。ここだけはちょっとさっきより調子いいかもしれないね。頑張るぜ。落ちてくる音がいいです。わかった。ガッテリです。ガンガスがチャージするぜ。全力で行くでやつだ。マジで総戦マザーだ。総戦マザーだ。複数の場所に当たんねえか。勝負でガス。いい、追い出された。
ちょい暮らしたかったな。で岩投げね、右左の大砲に移動。これ無音が離れて近づいてを繰り返してるんですね。投げる前に壊せないのこれ。あ、いった、なるほどあんなことできるんだ。これはでかいですね。じゃあ火球の方もなんかできるかもね。これはでかい。これを見つけたのは大きいぞ。なるほど。何してんの何してんの。あれか、爆弾を投げた。オッケー、危ねえ、ちょっと忘れてたぜ。ああ固めてる。行ってこようか。せめて火球を撃ち落とすのはしたい。よし、なんか溜めてる間にね、なんかやれるかもしれないですけどね。みんな頑張って耐えて。なるほど、いろんなこう攻略のポイントが隠れてて面白いですね、このボス戦。順調順調。これ早めに倒れんじゃん。調子だったら倒れるペースだけ止まってんのかもしれないけど。爆弾を投げやがった。どこに入れてんだよそれ。ポケットに入れてんの。何回帰れ、ほら。片面はだいぶ撃墜した。鉄をやらないと。もう見てない。みんな手伝って。やばいな、攻撃力落とされてて爆弾は壊せねえ。みんな、皆さん、きつい、おっしゃい、ははっ。呪文をもう封じられまくってて。ゲロラ、はい、カメラ目線で映ってくる。よし、見つけてやった。早く倒れろ。イエーイ、見てるっつってカメラに入ってきた。なんか今誰か入ってきて死んだな。ヒメラがたまに痛い。うわー、すまない、合点でいけっす。どこで死んだ。やばい、ありがとう。ちょやばい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 、あかん、これはあかん。やばいなこれ。ありがとう。これ間に合わなくね。どうすんのこれ。これすげえきついな。
最後もうキメラとかガン無視する？それしかないかな。超きついな。なるほど。いやーこれはきついね。大きさに拾んではいかんぞ。倒す手立ては必ずあるはずじゃ。ダメージが どこだか分かんない。方がやりすぎなのかな。構わなくていいかな。舞いすぎてなんかさっきみたいなことになってる。構わないとまあ邪魔されんだけどさ。とはいえですよ。とはいえもうこのフェーズでダウンさせないと。しょうがないんでね。これ燃やされると乗れなくなる。スターキメラだけはなんとかしないと。これきついね。やっぱやらないわけにいかないようになってるね。なるほど。ははっ。いやこれ無理だな。やり直しかな。邪魔できた邪魔できた。あ、なるほど。ここを邪魔するとあいつがああなるんだ。要所だけ打ち込めばいいかな。じゃあなるほどね。こっちにかけるはずのダウン魔法を自分が食らっちゃうね。これ結構大事ですね。ほう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 。さっきなんで下がってんだろうなと思ったらそういうことだったんだ。スカンファイに追い返された。頭から使わなかったからね。あいつの全ての必殺スキルを全部ねこの大砲で迎撃していけばチャンスの回数は増えるはず。
爆弾岩に気を取られすぎると早くあの魔物を止めなきゃ。この辺が台無しになっちゃう。町が襲われたらひたたまりもないわ。そう、町へ近づかれないようにマダンホで応戦よ。見え見え、できた。何してんの？これか。オッケー、やべやべやべ。こっちか。いけるかな？なんか事故れ。あ、やべ。見ちゃった。口の中にねじ込むのかな？なんかできると思うんですけどね、この時も。どっちなんだろうね。多分口だな。今ちょっと腹の方に焦り気味だった。あれ、何か、何がドキャン。あ、ダウンした。こんな音今まで鳴ってたっけ。ピョン。さあみんな仕事だ、頑張れ。早めに見せてやるぜ。切るだけギリギリまで与え続ける。ほら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 。よし、やっぱテリーいいヘリするな。ここからだな。ここからいつも事故ってるな。ちゃんと相手の大事なポイントを潰さないといけないです。弾切れになるな。リロードが使い切らないとされないっていうのも結構こうコントロールうまくやんないと結構大変なことになります。危ないよ。オッケー。これ邪魔してみたい。これ邪魔してみたい。かな、ほっぺか。行ったか。パカーンってなった。で口んとこに入れるんじゃないこれ。おー、倒れた倒れた。お、すげえ順調だな今回。倒れたわけじゃねえんだ。パシャーンって言ったのによくわかんない。ゴンさんダウンしていただけないでしょうか。普通なんですけど、まあ、切れちゃいました。あ、今のやってもね、じゃあもう回復もないでしょ。ちょっとザコに手をかけてやめよう。まず、そこは神に祈ろう。あいつの魚がやる必殺を潰すのに全力を尽くす。スターキメラやりたい。
体を体力体体力結構来てるからこれだけでやれるんじゃない。あ、痛い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 、やめやめ、もうちょっと火やめてます。やばい、百裂張り手が来る。ゾーンさんの百裂張り手が来る。早くなんかやって。いいね、いいね。それどうやって邪魔するの。よしよしよし、これを食え。よし、倒した。終わり。やったかな。いやー、結構これ歯応えあった。あーからのみたいな。あ、よしよし、いけー。ファイブの主人公たちは大砲の弾も使わずにこいつを倒してるからな。そもそもめちゃくちゃすごい。天空のオーブ、おお、なるほど、防具かな。はあ、大変だった。3度目の正直でしたね。勝つためには頭を使わないとな。ご協力お願いします。あれ、武器とかない。ルドマン、こんにちは。それではまた。あ、そうなの。え、そっか、なんか結果報告みたいなの存在しないんですね。へえ。ご協力お願いします。あ、そう、ないんか。天空のオーブは、ああ、なるほど、状態以上に強いオーブみたいですね。状態以上に強いんだったらこいつにつけておこうかな。もうそういえば俺フローラとビアンカの服入れ替えるのやってなかったですね。申し訳ない。それやりましょう。あら、いらっしゃい。何をお望みかしら。頑張りますわ。ちゃう。ご用はないかしら。ごい、また寄ってね。おうおう、なんか可愛いですね。エルフみたいな感じになります。おお。情熱的だな。赤色か。なるほど、こんな感じですね。はい、じゃあね、DLC 第3弾はここで終わりになります。またね、第4弾でゾウマル戦うのを楽しみにしてます。ではまた見てください。お疲れ様です。